ズボラダイエットパート1はお尻を引き上げていきます。本当にお尻が高い位置にあって丸くなっているとスタイル全体がめちゃめちゃよく見えますので、寝たままぜひ一緒にやってみてください。それでは早速いきましょう。さあ、それではテンションを上げていきましょう。まずは両膝を立てて、膝の少し前にかかとを置くようにします。太ももの間、拳1つ分上げて吐く息でお尻をアップ、ゆっくり下ろす。呼吸止めずに繰り返していきましょう。30秒ノンストップでいきますよ。息を吐きながら上げる、ゆっくり下ろす。繰り返してみてください。さあ、止まらずにどん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 上げてって、あと少しです。頑張りましょう。さあ、次は同じ動き進化をします。片足を上に上げた状態でお尻プッシュ、下ろすを繰り返していきます。バランス感覚も必要ですね。つま先を高く天井に突き刺すように上げる、下ろす、上げる、下ろす、繰り返して、これも呼吸止めませんよ。息、ふー、吐く、吸って、吐く、もう1ミリアップ、頑張って、あと少し。頑張りました。反対側も同じようにいきましょう。軸の足、しっかり足裏で床を押し出して、腰骨を高く上げる、下ろすを繰り返します。辛いでしょ。呼吸止めないでね。まだまだいきますよ。もっと高く、あと1ミリ頑張れ。そうです。もう少しですからね。はい、頑張りました。さあ、ラスト1種目は足の裏同士を合わせ、両膝を外に開きましょう。その状態でお尻アップダウン、足裏同士をぎゅーっと合わせて、小指側で床をしっかり押していきます。これも呼吸止めませんよ。力まずに深く吐きながら腰を高く上げる、下ろす、高く。そう、自分の手のひらでお尻触ってみてもいいです。あと少し頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。拍手。両膝少し左右に倒して、お尻床に当ててマッサージをします。ナイスファイト。膝左右にパタパタもしてね。お疲れ様です。はい、皆さんお疲れ様でした。お尻きてますかね。お尻は全身の中でも非常に大きい筋肉になっていますので、筋トレ始めたて、運動が久々の方もまずはお尻から鍛えていただくことで、全身の代謝を高めていくことにもつながっていきます。このズボラダイエットですね、見ている方からリクエストをいただきまして、運動が苦手な方でも寝たままできるトレーニングということで始めました。このシリーズしばらく続きますので、皆さんテレビを見ながら、寝る前に、朝起きた時に寝た状態でぜひぜひ運動を続けてみてください。こういうリクエストとっても嬉しいです。皆様からもリクエストをどんどんお待ちしていますので、ぜひコメント欄に書いてください。この動画が楽しかったな、良かったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、そしてさきよがチャンネルの通知もオンにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。